なんで豆腐どうしよう。おからお母さんのことおからって言ってるし。何この状況。私今日学校休む。現実豆腐。はい、こんちゅす。豆腐メンタリストきぬこです。皆さんは豆腐メンタルっていう言葉ご存知ですか？これ結論から言いますと、豆腐のように脆いメンタルっていう意味です。つまり打たれ弱く、へこみやすい、ナイーブな人っていうことです。え、早口で分かりづらい。で、私って見た目豆腐じゃないですか。これどう見ても豆腐ですよね。でも実はメンタルも豆腐なんですよ。でもこれアメリカの研究で実証されてまして、カリフォルニア豆腐大学の論文によりますと、見た目が豆腐な人のグループと見た目が豆腐じゃない人のグループ、これ圧倒的に見た目が豆腐な人のグループの方が豆腐メンタル率高いんですよ。皆さんの周りはどうですか？やっぱり豆腐な人の方が豆腐じゃない人より豆腐メンタル率高いですよね。豆腐豆腐言い過ぎですか？ちょっともめんちゃい。これですか？これ今おすすめのスーパーで買える普通の豆腐です。豆腐って何食べても美味しいんですよ。で、話戻りますけど、そもそも普通の女の子だった私がなんで豆腐になったか知りたくないですか？まあこれ結論から言いますと、朝起きたら突然なったんですよ。では今からその時の様子をお見せします。何これ、ちょっと待って、豆腐なんで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 、え、なんで頭に取れないし、ちょっと待って、昨日なんかあったっけ、思い出せない、記憶がおぼろ豆腐、ちょっと待って、どうしよう。おからやば、お母さんのことおからって言ってるし、何この体質。ちょっとそんなこと言っちゃうの？確認してみよう。私の家族はおからお豆腐、ほらお父さんのことお豆腐って言ってるし、やばい、もう一回、私の家族はおからお豆腐、お兄ちゃんお豆腐、やば、豆腐ばっか、オーマイガーもどき、もう知らない、もう知らない、何この状況、夢でしょ。いや、夢夢夢、絶対夢、もう知らない。私今日学校休む。現実豆腐。いや、休めないんだ。今日、期末テストだった。今日、学校行かなきゃいけないの？ちょっと待って。学校行きます。先生来ます。聞かれます。キヌコ、お前その頭の上の白いの、なんだ？と、これは、消しゴムです。いやいやいや、無理無理無理。そんなんじゃごまかせない。日本の教育者甘く見すぎ。もう一回やってみよう。先生が来ます。その頭の上の白いの、なんだ？激落ちくんです。今週掃除当番なんて。ほう、仕事熱心だな、キヌコ。オッケー、チェックがザル豆腐。いや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 、無理だって。そんなの結構厳しい先生なんだから。ちょっと待って。じゃあ分かった、風呂敷で全部隠していこう。もうこうなったらそれしかない。もうちょっと待って、私さっきのおからみたいに豆腐ワード言っちゃう体質じゃん。それ出ないかな、大丈夫？それもやってみる必要がある。学校行きます、教室入ります、席着きます、先生来ます、出席取るぞ、まめたきぬこ。そい、あ、そいって言っちゃってるし、大豆だけにそいって言っちゃった。やだ、みんなの視線が冷ややっこ。どうしよう。あれ、ちょっと待って、携帯鳴った。グループライン、ええ嘘、クラスメイトが全員大豆製品に。そうなんですよ、豆腐になったの私だけじゃなかったんですよ。これ結論から言いますと、クラスメイト全員大豆製品に変化してたんですよ。どうしてこういう現象起きたと思いますか？気になりますか？気になりますよね。私も調べました。全くわかりません。うちのクラス全員大豆製品になってるじゃん。陽子は麻婆豆腐、美穂はザル豆腐、ケンジは杏仁豆腐、杏仁豆腐はゼラチン、水戸さんは納豆、
わかる。水戸納豆ってわけ。で、高野さんは高野豆腐。ナルシストの高木くんは醤油。カッコつけマンがキッコーマンに言ってる場合かって。ちょっと待って、窓の外見て。やばい、大豆製品を狙って町中のビーガンが集まってきてる。グーワスロ、グーワスロ、畑の肉をグーワスロ。やばい、捕まったら食べられちゃう。ちょっと早く逃げないと。早く支度して。いそいそイソフラボン。言ってる場合かって。ちょっと待って、どうしよう。捕まったら、そうだ、お母さんが持たせてくれた防犯用ホイッスル吹けばいいんだ。これあったあった。主婦たちも来た。はい、というわけでこの絶体絶命のピンチなんですけど、これ結論から言いますと、なんとか助かりました。あー、豆腐食われないでよかったって心から思いましたけど、これボストンおから大学の研究で実証されてまして、豆腐を食われたグループより豆腐を食われなかったグループの方が圧倒的に幸福度が高かったんですよ。私も結構そんな感じで、今はこの豆腐気に入ってます。はい、この動画が良かったよ、ナイス豆腐っていう人はチャンネル登録といい大豆ボタン押してくださいね。押してくれなかったら。はい、豆腐メンタリストきぬこでした。豆腐だけに一丁上がり。グッバイ。